今日は商品探しのコツと正しい力配分と前回商品探しの力配分という動画を作ったんですけど私まさにこの状態になってましたというねご報告を何件かいただいてますで実際ねまあそういう傾向があるなってことで、えー、サポートやり取りしててねそれで作った動画なんですけど、まあ、これね、えー、と特定の誰かっていうよりもほとんどの人がやっぱね はじめ力入れてるけど、えー、関連商品探しの方はね、あまり力入ってないという傾向がありますんでね。えー、逆に、はじめ以上に力を入れた方がいいと。ねえー、で、はじめは、まあ、 こんな言い方しちゃなんですけど、やってみないと売れるか売れないか分かんないんでね、納品してみないと売れるか売れないか分かんないんで、もっと適当に安いものだけをね、送っときゃいいと、ね。で、適当に安いものを送った中で、えー、売れた商品からもう、えー、徹底的に探していくというぐらいのね、えー、力加減、資金配分にした方が、えー、儲かります。でね、もう本当最初に 見つけるのは、まあ手探りでやってますんでね、えー、打率が悪いのは当たり前。ね、そして初めは慣れないので時間がかかって大変なのも当たり前なんですけど、ここでね、えー、大変な思いをして、えー、時間もかけて見つけた商品が売れないというのはね、まあ、かなり後々の仕入れに悪影響を与えるのかなという気がします。まあだからね、広く浅く適当に商品を見繕って納品するのがいいと。 早めに一度、えー、あんま力入れずにね、お金もかけずに納品しまずすると。で、売れて縁があった商品、あるいはね、えー、その手薄な、えー、商品、自分の目利きが役立つ商品が見つかったら、そこはもう力を得て商品探していった方がいいです。で厚物に凝りて生臭を吹くということでね、えー、送った商品の中には売れない商品もある。まあ、それは当然しょうがないと。 これは取引ゼロの状態だとカート取得はできないので、えー、なおさらそうなります。仕方がないです。でもここで厚物に懲りる状態になる。で、初めにね、苦労して力を入れて探せば探すほどお金をかければかけるほど、これですごい熱いナマスを、熱いナマスじゃないや、厚物をね、えー、飲んだ状態になりますんで、ま初、あ、めはね、やっぱ軽いタッチで行った方がいいです。 でねここですごいね、えー、厚物にこういった状態になっちゃうと何商品かは売れているんですけど、まあ、逆に大変な思いをして仕入れたのに売れない商品があると、まあ、そこに注意がいってしまう、まあ、しょうがないですねどうしても注意がいっちゃいます、まあ、それなのに次を仕入れるのかというので臆病,臆病必要以上に臆病になっちゃう生臭、まあ、を吹く状態になります、ね、ただ売れる商品と似てる商品は売れます 初めに手探りで探した時とは比べ物にならないぐらい打率も上がります。売れた商品を起点に探した商品はですね。ですから、売れた商品の補充と関連商品探しにはもっと力を入れた方がいいです。まあ、時間配分は理想を言えば最初50%。まあ、最初はね、やっぱ時間かかるんでね、50%。で、関連商品探しも50%。えー、同じだけ時間をかけると。しかし、ほとんどの場合、最初は90%。 ね、初めに送る商品だけは力を入れて探すと。ただ、売れた商品の補充とか関連商品探しはあんまりね、えー、力入れてない、ちょろっとしかやらないっていう人が多いです。ここ、力入れてください。それと、資金配分は理想を言えば最初30%。関連商品探しの方で70%と。ねえー、もう関連商品探しの方が、や、えー、何しろ売れた商品 ね、売れる確率の高い商品にお金をかけた方が、そら、えー、打率もいいし、儲かります。しかし、ほとんどの場合、まあ、最初90%、ねで。関連商品探しの方では10%しか入れない、ね。補充もっとしましょうよってことですね。補充と関連商品は、えー、そっちに力を入れないと、そっちにお金をかけないと、えー、儲かんないです。というか、えー、資金繰りが苦しくなってきます。ね、意識して、関連商品探しに注力しましょう。 これはね、えー、ほとんどの人がやっぱりそういう傾向あるんでね、関連商品探しの方に、えー、もっと時間とお金をかけた方が、えー、Amazon 輸出は、えー、儲かります。また、ご意見、ご相談あれば、お気軽にチャットワークの方に書き込んでください。